あのさ、お客さんにネットでお店を見つけてもらうのって何がいいのかな。ああ、Google マイビジネスって知ってる？何それ。自分のお店の名前を検索して、うん、ここをクリックして、ここ？そうそう、登録すると Google マップの情報とか検索結果のお店の情報を更新できる。へえ。例えば写真をアップしたり、うん、お客さんの口コミにコメントを返せたり、うんうん、新メニューのお知らせも無料で投稿できるよ。すごい。あと海外の人に向けてお店のページが自動翻訳されるんだって。わ、本当だ。しかも無料で。めっちゃいいじゃん。でしょ。 Google マイビジネスを始めるにはこちらのボタンから。